家ナプラ教育、私たち一人一人が特別な存在として異年齢によってその考えや価値を認め合うもので、社会の仕組みそのものを園や学校に取り入れようというものです。ドイツ発祥の家ナプランはオランダで普及した教育モデルで、子どもたちがお互いを尊重しながら自主性と協働の力を育みます。今日は今年7月から家ナプラン教育を導入している高知市の芸術学園幼稚園で勉強会が開かれ、保護者や教育関係者などおよそ50人が参加。東京にある日本家ナプラン教育協会の石井奈々美さんが招かれ、2つまたは3つの学年を1つにして学ぶ異年齢クラスによって価値観の違いを認め合いながら自分で考える力が身につくことなどを紹介しました。芸術学園幼稚園では来月の運動会で家ナプランを取り入れたプログラムの実施を検討しています。